おはようございます。今日も元気よく活動していきましょう。まずポストから何もないな。そしてまだできてないので、今日は釣りをメインにしていこうかな。ナマズを釣り上げる、それを目標にやろう。そして、あ、日記が開けないんだ。投げてる間好物を確か、どうだっけな、を集めて持っていくといいっていう、そういうものもあったので、それもやりたいけど、そもそもどこにあるんだ。よし、ヒット合わせて。難しい、やばい、なんでこんな難しいんだ。新しい釣り竿が欲しくなるけど我慢だ。今はリュックが先なんだ。よし、あ、そういえば置いてったアイテムどうなったかな。これ釣ったらちょっと、あ、割れた CD 確認してこよう。なくなってるなくなってる、もう全部全ロスだ。あー、よくわかったそのまんま、生のまんま置いとくとなくなっちゃうんだね。ってことは売るか保管するか。保管するにはどうすればいいのか、そこがわからないな。やばい、ゴミしか出てこない。うちの裏庭の池はゴミしか出てこない。ナマズは釣れそうにないな。そもそもちゃんと釣れたことが一回もない気がする。鯉が、あ、本当にゴミしか出ないね。何かの役に立てればいいんだけど。 2.0 トライアル CD 大量に作られたに違いない。 CD か、さあ、こいこい。蝶々も飛んできて、雨降ってないだけもうそればっかりだ。ナマズ来い。よし、あこんなにゴミが釣れるのも珍しいんじゃない。逆にこれって確か4日で育つって言ってたよね。今日は種買いに行こっか。よし、種買いに行こう種買って、で、育つまで時間かかるものは早めにやっとくのがいいのかもしれないね。今日こそお店開けといてほしいな。なんかいつ行ってもカウンターにいなくて。ピエールの店クエスト受けとこう。もうすぐルイスが誕生日なんだね。あ、入っちゃった。あ、珍しくいる。でも売れないんだなパースニップの種4日かかる、10日かかる。サヤエンドウいいよな。ジャガイモ、チューリップ、これいくらでその回収できるかとかってないのかなサヤエンドウこれだと10個ぐらい。やっぱ最初はチューリップ買っとこうか。でも花ってなんか難しそうだよね。パースニップ、カリフラワー、難しいな。サヤエンドウ行こうか。高くてもね。全財産つぎ込む。それが人生なのさ。結局買い取ってくれないな。これをポイってやったらダメか。あ、そういえばあの、あれはどうなったんだ。違う。あ、来た。
イワシを3匹釣った。イワシなら任せてほしいね。これゴミ箱に捨てるしかないのかもしれない。ゴミ箱に、どうしよう。今戻ってこれを植えて、それから釣りに行こうか。イワシだよね。いやー、この移動が大変で、この移動時間どうにかできないかな。さあ、本格的に無一文になってしまった。しかしなぜか食べ物と住むところには困らない。そして光熱費も存在しないと。いいとこだ。さあ14、どうしよう。とにかく空いてるところを耕していこうか。よし、鎌じゃなくてクワ。 2×7 ぐらいでいいのかな。 3×4 がいいのかな。あ1、2、3、1、2、3、4、これでなってる。よし、あまり深く考えないでやるのもいいかも。あ、つる植物っていうんだっけ。あ、なんか邪魔そう邪魔そうになってる。邪魔そうだな。お水をやって、これだと真ん中に水やれない剣について。大丈夫か、いけるかな。あ、積みポイントだね。これはちょっと改善学びを得た。どうしよう、収穫ってできるのかな。鎌で振ったら一気にバーンってなりそうだよね。クワ取れないかな。あ、バーンってなってる我慢しよう。一個ちょっと無駄になってしまうかもしれないけど、大丈夫大丈夫、学びを得た。次はちゃんと真ん中に一列開けるように植えとこう。なるほど、農業農業の一つ一つ深いところに行けたような気がした。ほんのちょっと 0.1 ミリグラムぐらい。よし、釣りしよう。こんなスローでいいのかな。もっと本当は何かができて、わ、あ、火つけっぱだけど大丈夫そう。え、あ、人間、この頭鍋かと思ったら人間だった。ペニーさんね。へえ、外からは想像つかない間取りだね。じゃあイワシを釣りに行こう。ここでも釣れるのかな。どうだろう、こういうとこってでも魚いそうなイメージじゃないんだよね。全然いなそうな感じ。なんか最近魚釣りしかしてないんじゃないかあ、これは釣りやすい、比較的。うちの小池っていうのか、水だまりというのか、あそこはきっと難易度が高いんだな。ブルーギルブルーギル釣れちゃったね。よし、あ、すぐかかるの、いいね。なんかある、はあ、上の宝物にちょっと目を奪われてあ、すぐかかるのいいな。よし、オッケー、ブルーギル、イワシ釣りに行こうかナマズがどこで釣れるのか。あ、なんだろう、図書館。いや、ギュンター、博物館兼図書館。前任者がコレクションを丸々持ち逃げしたせいで
展示できるアーティファクトが一つもないんだ。でもすぐになんとかなるだろう。もし貴重なアーティファクトや鉱物を見つけたら持ってきてくれるかな。寄贈していくんだね、ここに。まだ貴重なものは何もないや。ここは何だろう。夏まで休業。今春だっけ。こう来てした。あ、稼いだお金160。あ、魚売ったお金かもしれない。よし、さあ、イワシだったらいくらでも釣れるからね。どこで、もっと下かな。よし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 。フィッシュ、ここで釣ろう。シュ、こいこい。あ、出てきた。閉店とか言わないよね。ブルーギル売りたいのに。やばいやばい。頼む、イワシ、ニシン。ここに来てイワシ以外のものがたくさん釣れる。マックス、初めてマックス。あ、来い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 。やばいやばいぞ。よしよしよし、いい調子だ。オッケー。これカタクチイワシのでもいいのかな。無印イワシじゃないとダメとか言われちゃいそうですけどね。オッケー、釣り名人になりそう、これだけやってたら。よしよし、イワシどう。あ、無印イワシじゃないとダメらしいね。マックス、頑張ります。あと2匹だね。今日中には釣れそうだな。ウィリーと一緒に会話もなく黙々と釣るだけ。よし、あ、いいねいいねいいね。何もし、あ、平らな魚、カレイヒラメ。もしかしてマックスじゃない方がいいのかもしれない。また粘土を捨てることになりそう。さあ、ここ4日目ですけど、全然なんか収支的には赤字な気がする。よし、お金を気にしなくていい生活ができるって。よし、この村のいいとこなんだろうな。いいね。あ、さよなら粘土。ちょ待って、今粘土を捨てただけになってない？もしかして、あれ、ドラッグしないといけなかったのかも。よし、上行きたいな。二頭を追うものはうんぬん。やばい。あ、宝箱を狙ってやってたら宝箱だけ取れたりするのかな。やばい、たまにトリッキーな動きをする魚がいて。 OK、 平たい。
これ大きさが分かれちゃうんだ。違うと。なかなか狙って釣れないもんですな。かからなくなってきたね。よし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 。よし。オッケー。カタクチイワシ。マックス。ここのエリアで釣れる最大の魚は何だろう？平たい、平らな魚？マグロとかはさすがにもっと深いところにいるよね。残念ながらこれは処分することになりそう。これラストにしよう。これでイワシ。また明日だな。また明日来よう。魚はそのまま持って家に帰って、明日、ウィリーに魚を売って、またイワシを狙うっていう、そういう感じで。あ、コーラ。今飲めないかな。もう一回、もう一回、もう一回だけ。来い。来い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 。いいぞ。そのまんま、そのまんま。よし。イワシ、ニシン。デカニシン来た。デカニシン。捨てるのもったいないよ。ニシンとイワシだったら、ニシンの方が価値ありそうな気がした。帰ろう。もう体力も限界だ。よし。なんか、本当に人生って感じの、その一日の 充実さっていうのかな。もっとゲームだったら、たくさん、いろんなことが起きてもおかしくないのに、このゲームでは、一日にできることが人生と同じくらいの ボリュームというか、うまく説明できないんだけど、うさぎさんいたね。よし。この道通ると、たまにモンスターいるんだよな。雨の方が出やすいとか。よし。この池はダメだ。おー、出てきた。ってことで、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。あ、レベル1釣り。釣り竿スキルプラス1、やったね。